皆さんこんにちは、太郎です。本日はですね、9月1日木曜日なんですけれども、ハウス上でのですね、作業が落ち着きましたので、本日は肥やしをですね、この実験田に入れていきたいと思います。そしてですね、見てください、雲がもうそこまでやってきております。どす黒いですね。ちょっとこれは急がないといけないので、早速やっていこうと思いますが、もうですね、家の余っている肥料を入れようと思っております。入れる肥料はいつも使っている15、12、10の測定用の肥料と8、8、8ですね。それが1票ずつ余ってましたので、もうそれを動産で入れていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、1本目が終わりましたので、続いて2本目入れていきます。いやー、実はですね、飼料稲用の肥料を用意しようと思ってたんですけれども、ちょっとね、やっぱりわざわざなんか新品を入れるのがどうかなと思ってやめました。飼料稲用の肥料ならですね、窒素分が多いので、まあこの背丈が低くなると言われている2番目の穂ですが、これを少しでも背を高くできないかなと思ったんですけれども、まあ肥やしをいっぱい入れれば一緒かなと思ってやめましたね。よいしょ。それではやってまいります。2本目やってまいります。ということで、肥やしを2体入れ終わりました。まあ本来ですね、ここ飼料稲の肥料を入れようかなと思ってたんですよね。というのも、飼料稲は藁を食べさせる、牛に藁を食べさせるために育てる飼料なんですけれども、その肥料はですね、藁を育てさせるために窒素分が多いんですよね。で、なぜその窒素分が多い肥料をやろうかなと思ってたのは、この2番目の方、稲、なんていうのかな、こちらは背が低くなると、高くなりづらいということだったので、ね、できるだけそういう窒素分の多い方がいいのかなと
思い、そういうことを考えてたんですけれどもね、ちょっとまあ天気の問題とで、わざわざ新品を買うのもなと思って、一応私が使っていたね、測定専用用の一発肥料、あれも15、12、10と窒素分はかなり多い方になりますので、まあ溶ける時間がね、積算温度に関係するらしいので、まあ、ちょっとそういう順序が分かりませんが、溶ける順序、溶けるタイミングがですね、もしかしたら遅効性になりすぎるかもしれませんが、まあまあいいでしょうと思って入れたとこでした。あと一つは888ですね。まあなので成分的にはなんぼだろう、真ん中を取れば 11.5、19になるのかな、15、20と888でですね、まあそういった感じになります。まあこれがですね、果たして元肥というのか追肥というのか、この2番稲に対するですね、私が今行った肥料散布はですね、追肥なのか元肥なのかよく分かりませんが、まあとりあえずですね、40キロ入れました。もちろん田んぼの中にもね、まだこの前の成分が残ってるから、このようにね、1番目の稲の成分が残ってるから稲が伸びているんだろうと思うので、まあ、特段ね、1回目のように60キロは入れませんが、まあそれでいいかなと思っております。もともとね、だいたい目安は40キロ、まあ一発専用の肥料ですけれども40キロということなので、まあもともと残ってる分で、ここはね、尿素の追肥をしたりといろんなことしましたので、土地的にはですね、まあ、肥料は多く残ってるんじゃないかなと勝手に想像はしておりますね。まあ、穂が出る前に入れたいなと思ってたんですけれども、まあね、うっすらちっちゃい穂はね、もう出始めてますが、あのようにですね、まあまあ穂が出揃う前に入れれてよかったかなと。ただもう部分的には穂がね、すごい低いところで出てますので、なんていうのかな、用水っていうのはもう形成されてるんでしょうね。なんかちっちゃい穂がちょこちょこと出てますね。果たしてタイミングがこのタイミングで良かったのかは分かりませんが、まあとりあえずね、肥やしを入れたということで、穂が出る前に私としては満足しております。これね、ブロキャストが持ってればね、もっと早かったんですけれども、そういうね、トラクターにつける散布機はね、持ってないので、ちょっと本日慌ててですね、明日から台風絡みの雨が続きそうなので、久しぶりに動産を取ってきましたが、直し込んでいた動産もね、エンジンかからなかったら今日撮影できないなと思ったんですけれども、ちゃんと油を抜いていてよかったです。しっかりかかってくれましたね。いやー、でも、よかった。とりあえず肥やしを入れました。でこれからのスケジュールはですね、もう特段何もせず、もう本当ね、特段何もせず経過を見守ろうと思います。もしかしたら気分でまた追肥とかね、尿素流し込みとかするかもしれませんが、まあとりあえずね、私の見たいのは、なぜ稲が1回しか枯れないのかで、もし2回枯ることができるなら、すごく少ない手間でですね、2回目の稲枯れるようにならないかなというね、うっすらした希望をね、乗せた実験ですので、これ以上手を入れると私の実験の意義に反してきますので、あまり手を入れずに見ていこうと思います。ね、これね、ブロキャスがあればね、もっと楽だったんですけどね。いや、これで本当に良ければですね、もう気になりますよね。本当に良ければどうなるか分かりませんがね、見えますかね、あそこのバルブ周辺の稲、やっぱりあっこ辺は尿素が残ってるんでしょうね。流し込みを行いましたが、ここもあそこだけはまだ青々としてますね。ほら、この辺りですね。こんな感じでですね、ちょっといろいろ気になることも起き始めてますので、しっかり経過を見守ってですね、この実験どうなるかをまた見ていきたいと思います。もしよろしければですね、皆さんもお付き合いいただけると嬉しいです。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画良かったよ、肥料散布お疲れ様と思ってくださる方は、コメント、高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それではありがとうございました。失礼いたします。